去年7月、米沢市の女子中学生が帰宅中に熱中の熱中症の疑いで死亡したことを受け、米沢市内の中学校に最新の気象観測センサーの設置が進められています。こちらが最新の気象観測装置、ソラテナプロです。気象情報会社のウェザーニューズなどが開発したもので、気温や湿度など7つの要素を 一分ごとに測り暑さ指数を算出することができますさらに観測データはクラウドに集約されてアプリなどを介してスマートフォンなどで見ることができ暑さ指数などの設定値を超えた場合通知が来るという仕組みです今すべてに危ないですっていうことを授業中であっても周回中であっても気づいて注意することができるとこれはもう画期的なことだと思ってます 今日取り付けが行われた米沢市立第四中学校では、これまで教職員が1時間ごとにグラウンドや体育館などを見回り、暑さ指数を測っていました。これを導入することで、短い間隔で場所を移動せずに熱中症の可能性を知り、リスクを回避できることが期待されます。それでも現場レベルでは過信せず、より慎重に 授業や部活の実施などを判断ししたいとしていとてますどんな形でこう見れるようになるのかということは、これからご説明を受けてからになるんですけれども、ただ、あ最終的な責任は管理職にあると思いますので、最終的なその実施の可否の判断なんかは、しっかり責任を持って行っていきたいと思いますかけがえない命を守るという部分について、あのしっかりとデータをもとに。 ししなながら対応ににかしてていいいきたいなという,ふうに思っております。米沢市では今月中に7校ある中学校のうち4校に空手なプロを設置し来月から全中学校でデータを共有し熱中症のリスクを回避したいとしています。